正直ならず米紙社説。ニューヨーク時事。18日付の米紙ウォールストリートジャーナルは、日本の消費税の大失敗と題した社説を掲載した。昨年10月の消費税率引き上げをめぐり、1997年と2014年の過去2回の増税時と同様に経済に打撃を与えたとして、3度目の正直とはならなかったと皮肉った。社説は、日本の昨年10から12月期の国内総生産が増税前の駆け込み消費の反動などで急減したのは当然だと指摘。新型コロナウイルスの感染拡大にも触れ、増税のタイミングとしては最悪、回復力が最も必要な時に経済を締め付けてしまったと非難した。その上で、安倍晋三首相が12年の第二次政権発足時に掲げた経済活性化に向けた大規模な政策改革を実行していないと主張。日本が安倍氏の経済失政の代償を回避するのが手遅れだとこき下ろした。